こちらがテンダー3です。この春にチヌゴースが発売になります。で0号 5.3メートル、 0.6号 5.3メートル、 で1号が5メーターと 5.3メートル。で皆さんいつもなんていうんですか、柔らかめの0号を使われますよね。まあ一応全機種触らせてもらったけど、はい、0号が特に気に入ってて、まあ、0号はやっぱり綺麗に曲がってくれて、でチヌの引きとか叩きを吸収してくれて、竿が、まあ、なおかつ魚、大きい魚でもグイグイ浮かしてくれたんで、なんていうんですか、年なじも釣りましたよね。まあ粘り強くて楽勝でした。うん、楽勝楽勝まあ、もう0号でも楽勝だけどまあみんなにおすすめできるのは、まあ全体的に、はい、まあ好みもあるんで 0.6 号かなとは思うけど、僕はまあ 0.6 号、まるちゃん 0.6 使ったよな。やっぱり勝負が早いですね、 0.6 が。もうここ最後はこのバットのここまで、根元まで曲がるんでですね、ここからはもうグイグイ浮かしてきてくれるんで、すごいと思いますけど、はい。でまあ1号も使ってみたけど、自分的には口太つるんでもグレーでも使えるかなと思ったんだけど、ですよね、口太40センチやそこら全然楽勝でしょうね。だからグレーでもつるんでも使いたいいう人は1号もおすすめかなと、はい、1号だったら50もあるんでですね、うん、また選びしろもあるんで、操作性もいいと思うんで、うん、いいかなと思う。なでも皆さんは0号欲しいですか。ゼロ号が好きだな。好きだ。まあでもゼロ号で十分かないう感じもあるけど、まあ好みもあるんで。でまるちゃんテストで松田さんと広島なんかで、はい、やりましたね。やっぱり1号も勝負が早いですね。もう早いな。パンパンと浮かしてくれるんで、まあ物足りない人は06にしてもらって。でもっと引きを楽しみたい人は0号欲しいのがいいじゃないですかね。そんな感じかな。そんな感じですか。まあでも本当いい竿ができたんで、もうぜひお店で、まあ、うん、触ってもらって、よかったら購入して使ってもらえたらなと。かっこいいんで、綺麗なんで。めっちゃいい竿です。めっちゃいい竿です。ですかね。ガマカツからアテンダー3が発売されています。号数が 1.25 号、1.5 号、1.75 号があり、長さが5メートル、5メーター30センチがあります。山崎さん、使ってみた感じどうですか？そうですね、僕は125の号3を使ってるんですけど、まあ、これウルトラ ASD っていうものが搭載されていてですね、まあ、竿って穂先から順番に胴に向けて曲がってくるんですけど、まあ、その際に応力伝達が穂先からスムーズにされていて、すごく綺麗な曲がりになってます。茂木さん、1.5 号どうでしたか？ 1.5 号、長崎県の五島列島で使うじゃないですけど、五島列島って結構潮が速くて、こう40センチでも結構こう魚が重たいんですよ。重たいけどやっぱりこうゴムのように曲がってくれて、すごい魚がこう簡単にスーッと寄ってくるような感じがしました。で 1.75 号はこう高知県の西南部でよく使わせてもらっているぐらいですけど、やっぱり先端設計で高知県の、まあ、風の島って言われるぐらいなんで、風が吹く日が多いぐらいですけど、すごいキャスト性能が上がってすごく使いやすくなってます。でやり取り面もこう175やけど、こう本当にお腹の60センチクラスが来ても全然大丈夫な強さになってます。山崎さん、 1.75 を使ってみてどうです？そうですね、自分も鵜来島の方で175を使ったんですけど、タフマトリックスシステムって言って、カーボンが変わった関係で、やっぱり今までの竿の粘りとは違ったような粘り具合で、しっかりと魚の引きを胴で止めてくれる感じがあって、すごく良かったと思います。お店の方で見かけたら触ってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は1255を五島列島で使ったんですけど、まあ、40オーバーはめちゃめちゃ釣ったんですけどね、めちゃすごい力もあって簡単に魚が寄ってきたイメージでね、良かったです。 1.5 号どうやったか？まあ同じように僕も 1.5 は五島列島で使わせてもらったんやけど、まあもう最初釣れ、もう魚かかった時にもう自分が何もせんでもまあ上がってくる、もう竿の力だけで上がってくるのにもうびっくりというか、もう本当何もしてない、ただもう耐えちゅうだけで上がってきた感じ
ですね。めっちゃいいね、うん、1.75 号なんですけど、僕らお長釣りでウグルで使ったよね、うん、あれ 55.5、うん、あれどうやった、まあね、今回はね、まあ、先端設計になって、まあ、あの日ちょっと風もあったら結構あって、まあね、もうすごいこの仕掛けを投げる時も投げやすい感じで、まあ、竿もすごい、まあ、竿に助けられたあの時は。僕ね、1.75 号の5メートル使ったんですけど、まあ、サイズ50センチくらいだったんですけど、まあ、力がなくても胴にしっかり乗ってくれるんで、魚がすごいすぐ弱ってくれましたね。ウルトラアクティブサスデザインになったんですけど、もう曲がりがすごく従来より綺麗になって、一本竿になった感じで、すごい綺麗な曲がりになってます。ぜひあのお店でも、ね、体験してほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ガマカチからですね、今回待望のアテンダー3、オナガ追加号数が出ます。で、追加号数のラインナップなんですけど、2号、225、2半、27号になってます。275だけですね、長さの方が5メーターのみになっております。で、あと、2号、225、2半はですね、50、53と、まあ、ちょっとこう2種類あるので、釣り人の好みによってですね、号数、強さ、いろいろこう幅広く選べるようになってますので、まあ、ぜひね、お店でこう持っていただきたいんですけど、自分たちこう175で結構こうお長の実調をやらせていただいたんですけど、十分175でもあのお長の60、まあ、55からですね60ぐらいのお長、十分取れるんですけど、この2号をあの使った感覚なんですけど、やっぱり175に比べるとより楽に魚を止めれる、で、楽に起こしてこれるっていうような、やっぱこう、オナガ機種ということで、やっぱりこう60にターゲットを置いたようなね竿になってますので、よりこう釣り人が楽に大きい魚と1秒でもあのやり取りができるような竿に仕上がってますので、ぜひあのお店の方で、握ってみてください。よろしくお願いします。